はい、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは、呪物麻雀。前回僕の火曜日の、配信の回でですね、お坊さんの裏バイトなんて話をしたんですけれども、はい、その続きでございます、うん、少し話したんだけれども呪物麻雀というものがあったと、うん、それが何かっていうと力がないのに、うん、お祓いを引き受けてしまって、うん、お寺でむちゃくちゃなことが起きてしまう、うん、でもそれを自分の親とかに言えないから手放したい、うん、手放すにしても捨てるとかできないから誰かに引き渡すことになる、はい、でもその相手が見つけられないから、うん、呪物麻雀というものを開催して一番負けに持って帰ってもらおうっていうのがこれ呪物麻雀なんですね。はい。今回はその学生に紹介してもらった、うん、その呪物麻雀を開いていた、うん、その雀荘の元スタッフにお話を聞けたので、ちょっと詳しく話していきます。はい。はい。雀荘で、まあ、ある方が働いていた。その人っていうのが仏教系の大学の近くの雀荘だったんですね、うん、そこで働いていると、まあ、ちょっと知り合いだったお坊さんの卵学生からですね連絡が来るんです、はい、なんだろうと思ったら雀荘貸してくんねえかと、うん、宅を貸してくれ、うん、他のお客さんは入れないでくれって言うんですよ。いや貸し切りだそう、うん、ん？と思うわけですよ、うん、別にお客さん入れてもよくない、うんその時にピンとくるんです。これ何か悪いことに使うんじゃねえかなと。なるほど、うん、閉店後に場所を貸したりだとか、うん、なんかねその雀荘で月に1回とか週何回か1回とかで清掃が入るんですってよ、うん、清掃を入れてる時は1日使えなくなるから、うん、その時の空いた時間貸しますよって言って貸すんです。なるほど。でそこで呪物麻雀が行われていた、うん、それをスタッフさんはずっと見ていたんです。で聞くんですね、うん、これ何何してんの、まあ、その時呪物という言葉はありませんから後で付けられた言葉なんです当然ね、うん、曰くつきのもの悪いものっていうのを俺が受け持ってしまった、うん、それを払えないのに払いますよって言ってお金もらった、うん、どうしようもできんものがうちにあるそれを誰かに譲ろう思ってこれ開いとんじゃって言うんですよ、うん、はっ何それって当時もやっぱり何してんねんこいつ、うん、どこでそれの会開こう思てんねんこいつってちょっとイラッともする、まあね、なぜじゃあ、うん、普通に受け渡すだけじゃダメなのかって聞くんですよ、うん、って嫌なものがあればそれを引き渡せばいいだけじゃない、うん、って聞くんですよ、うん、普通渡しちゃえば、うん、って言うんですけどダメ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 、うん、なぜかというと呪物というものは手順を踏まないと自身に戻ってくるんだよって言うんですよ、うん、ゲーム自体は実は麻雀でもボーリングでも何でもよかった、うん、ただ自分たちが入り浸っていてまあ使える場所っていうのがこの雀荘だったから麻雀になっただけの話、うん、だけれども何かゲームとかそういった縛りを入れてあげないと渡すだけじゃダメ、うん、帰ってくるんだって言うんですよ。なるほど。だから麻雀じゃない時もあったらしいです聞くとね。受け渡しの契約儀式として何かしら行う必要がある、うん、ただ渡すだけだと帰ってくるから麻雀なんだよって言うんですね、そしてある時、うん、自分は参加しなかったと。例えばだから呪物を持っていた人が、うん、その雀荘の麻雀に参加しなかった時がある、うん、主催者として人数を集めて呪物麻雀を開催するも自分は参加しなかった、うん、その麻雀で負けたやつがまあルールだからって持ち帰らせるんですよ、うん、なんだけれども帰り道事故にあって救急車に運ばれる、うん、じゃあ呪物持ち帰れないじゃん、うん、ってなる。じゃあ2番目に負けたやつが代わりに持ち帰る。その人も家から急遽呼び出しが入り持ち帰れなくなる、うん、結局その呪物は主催者の元に戻ってくる、うん、だから本人が開くだけではなく本人もその麻雀、うん、まあ儀式に参加しなければダメというルールも後からどんどん付け足されてくるっていう話なんです、うんうん、そして呪物麻雀をやっている際、はい、やっている時だけ、うん、人の気配がしたりだとか何もいじってないのに電子レンジがチーンって何かを温めたとかっていう現象が起こる、うん、でもその呪物麻雀と言われるもの以外で人の気配がしたりだとか勝手になってしまうなんていう現象起きてないんですよ、うん、その時だけ起きる、うんうん、これってやっぱりダメなことなんだなっていうふうに別に仏門に入ってないそのただのスタッフさんも思っていたらしいんですね、うんうんうん、
なんかが起きてるっていうね、はい、でそのスタッフさん曰くです、自分は3回から4回その雀荘を貸して、うん、その呪物麻雀を見守っていた、うん、というんです、うん、その中でそのじゃあどのような呪物がその呪物麻雀でかけられていたか、うん、まあ、気になるね、っていうものを、はい、うん、紹介してくださいました、はい、まず一つ目です。燃えない威圧、うん、これは出所が不明です、うん、だからそのどこからそこのお寺に入ったかわかんないんですよね、うんうん、だけれどもお焚き上げをしたところ、どこかから来て、うん、お焚き上げをしたところ威圧の塊が残った。うーん、お焚き上げはガン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 火にくべる、うん、紙が残ることはまずない。まあまあね、燃えちゃうよね、うん、普通に考えたら。再び供養しようって言って、うん、何度も何度も燃やす、うん、だけれどもほぼ燃え残るんです。威圧が残っちゃう、うん、でいろいろなお寺を供養のため回るんです、うん、うちじゃ無理でした違うとこ、うちじゃ無理です違うとこ、うちでもダメでした違うところ、ぐる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 回ってその雀荘に来たかけたそのお坊さんの学生のところに回ってくる。じゃあ私払えますよって嘘つく、はい、お金だけもらって、うん、何もできずうちにある、どうしようってなる、うん、呪物麻雀ですよね。で麻雀のかけ対象になる、うん、ってことなんですよ。でちょっと僕ちょっとここの麻雀わからないで聞きたいんですけれども、はいはい、威圧の時に犯した時が起こったと、おかしい、これがおかしいかどうかっていうのがわからないから、うん、ちょっと麻雀詳しい人から聞きたいんですけれども、はいはいはい、うん、麻雀のサイコロを回す真ん中のやつがずーっと回っていて止まらない、ゲームが始められないってことがあったんです。これってあり得ることなんですか？いや、あんまりない。ちょっとわかんないんですけど、あの麻雀の真ん中のところに、うん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 、サイコロが2個あって、それを手で振ってた時もあったんだけど、それを今は自動でできるようになってる、はいはい、だからなんかね、丸の中に、うん、多分磁石とかだと思うんだけど、うん、それがカタ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 とボタンを押すと回るんだよ、はいはい、でボタンを離すとそれがあの勝手に止まって、止まってバッて目が出るっていうのが、うん、まあ、あるんだけど、そうなんだ、だから壊れてるとしたらそのボタンが、うんうん、ずっと壊れちゃってずっと押した状態になるとか、うん、そういうことだと思うんだけど、ただこの時だけらしいんですよ、うん、てかまあ俺は見たことない少なくとも。でゲームを始められないから結局じゃんけんしたって書いてますね、ここにもね。じゃあずっとこれ鳴ってるまんまやってたんだ、うーん、なのかな、わかんないけれども、で次2つ目なんですけれども、うん、これが腐らない草履、ああそれ呪物の方ね、そう呪物、はいはい、腐らない草履というもの、うん、出どころ発起人が呪物麻雀のね、うん、受け取ったんだけれども困っていると、うん、このお寺の中の区画整理で重機で地面を掘ると、うん、広くするためにね、うんうん、少なくとも25年から50年は経っている地面の下からこの草履の片方だけ出てくる、うん、最初はゴミ扱い、まあ、端に避けていた、うん、で出てきた他のものと一緒にしてたんですね、うん、あの地の中から。その後手作業でそのゴミ山を整理している時に発見する、うん、草履をね、何十年も前のもので地面から出てきたのに形が残っていると、うん、他のものはぐっちゃぐちゃやのに、このなぜか片方の草履だけは形が綺麗に残っている、はい、不思議だな、こんなこともあるんだなと思っていた、うん、そのお寺は供養が得意なお寺ではないので、うん、他に回そう、はい、回す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 、そして呪物麻雀の対象になってしまった。うーん、どうもできないから、うん、自分と戻ってくるんですよね。で不気味ではないんだけれども、持っていると寝てるとね、なぜか草履の音がするんですって、片方だけの、うん、これっていうのがこの残っている片方の草履なのか、それとももう片方の草履が自分の草履を探すために寝ている時にザッ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 と探し回っているんじゃないかというものなんですよ。うーん、そして草履の際です、この呪物麻雀をしていると寝ている時と同じように草履の音が近づいてきて、ザッ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 、片足だけですよね、その場でも、そうザッ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 と怖くて後ろ向けないんですよ、うん、みんな麻雀しながらザッ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 、である一人のところに止まるんですよ、ザッ、うん、ザッ、でその草履の音が止まったやつがゲームに負けたんですって、うん、なのであらかじめ負けるやつが分かってしまう、持って帰る、そうそう、多分こいつが持ち帰るんやろうなと思っていたら、うん、実際に草履が止まった音の時の人が負けてしまうっていうことがあったらしいんですよね。先読みできるんだ、
そうですね、うん、で多分なのであらかじめ負けるやつが分かってしまうってこと、多分この草履何回か呪物麻雀かけられてるんじゃないかなと思いますね。うん、1回じゃないって言ってたんで、うんうんうん、何度も何度もその同じものがかけられたこともあったらしいので、はいはいはい、多分これ何回かあったんでしょうね、うん、そして雀荘で働いていた元スタッフさん曰く、この3つ目が一番怖いって言ったんです、うん、それがアルトリコーダーの頭だけ、ここもここもない、うん、ふーって吹くこの、吹くところだよね、そう上の吹くとこだけが呪物麻雀の賭けとして出てくるんですよ、うん、はぁ、あ、って思って、うん、これも呪物、いやこれも大変怖い呪物なんだよって言われるわけです。あんまりね、うん、印象ないよね。はい、じゃあどこから出てきたかなんですけれども、うん、ある場所で交通事故があったんです、うん、ガッシャーンぶつかって車と車が頭と頭からガッツぶつかるんですよ。正面衝突してしまう、もしかしたらバイクだったかもな、ちょっと記憶があやふやだって言うんですけど、何にせよまあ、うん、ガッツンとぶつかる、でぐっしゃぐしゃになるんですね、うん、ぐっしゃぐしゃになって、まあ、自動車の整備工みたいなところですよね、はいはい、車屋にぐっと持っていく、いやこれぐしゃぐしゃになりましたねって言うんですよ、うん、直しますわーって直してる時に、うん、電話かかってくるんですすぐに、うん、あなた人跳ねました、うん、いや跳ねてます、あの車と車がぶつかってドライバーは無事なんですよ、跳ねてませんよって、いやいやいや車で人跳ねてるでしょ学生、うん、って言うんですよ、うん、いや跳ねてませんって、って、いやまあそうか血はついてないんですけど、なぜか分かんないんだけれども、このガッシャーンとぶつかって破損した部分から、うん、アルトリコーダーの頭だけ出てきたんですよねなんだそりゃって言うんです、うん、その事故では誰も亡くなってない、うん、学生も間に立ってたってことはない、ない血もついてないところ、うん、ただアルトリコーダーの頭だけが急に出てきた、そうぶつかってペシャンコになっているところから出てきただからこそこの車屋が人跳ねましたって聞いたんですよね、うん、うん、なんだろうねそれ、うん、で勝手に供養を引き受けてしまい持て余したんですって、うん、できますよって言ってね、はいはい、うん、で少し割れていて擦れた跡がある、うんうん、らしいんです。新品とは自体にね、うん、そうですです。でこれ何がおかしいかなんですよ、うん、まあ燃えない、遺発は燃えないですよね、うん、で草履は近づいてくるとか腐らないとかっていうあるんだけれども、うん、このアルトリコーダーは、うん、アルトリコーダーをほっといたら穴という穴から汁が出てくる、気持ち悪い、だらーと出てくるんですって、うん、はい、でこの呪物麻雀の際、うん、まあ、掛け物として対象として、まあ、その、これを持ち帰りますよってみんなに見せるためにサイドテーブルの上に置いていた。うん、で、まあ、出前を頼んだんですって。うん、で、出前が来たので、サイドテーブルを開けようとする。はいはいはい。で、リコーダーどかそうや。リコーダーをやったらもうけれんからって言って、まあ、飯を置くためにリコーダーをどかそうと思ったら、汁がべちゃべちゃに出ていて。うん、で、どける時に靴で剥がす時にビビビビビビって剥がすんですって。結構な力で。粘土がなる。そう。うん、ビビビビビって言っちゃったみたいな、うん、でも置いた時には確かにそんなものは出てなかったらしいです、うん、麻雀やっててそっちに聞い取られてふって見たらべちゃべちゃやったって言ってました。カラッカラのリコーダーからもう出てくるんだ、パリパリで何かでくっついていた、なんかなんだろうねそれ、怪我をした時にかさぶたが固まりかけているあのような汁って言ってます、うわ、だから透明なんでしょうね、よだれかと思ったのね、テーブルとくっついている、うん、なんていうね、まあそういう印象だというふうに話していました、うん、はい、でそれも呪物麻雀で、負けた人のところに行くんですよ、うん、でもこれ不思議に思いません？最初からずっと聞いていて、うん、なんで参加すんのっていう、まあまあそのメリットは何なんだろうってね、得がないじゃんって思いません？うん、だってそんな負けたら ね、 ね、いらない、なんか曰くのものを、そうゴミかもわからんけれども、うん、曰くのものをお払いできなかったよって言って点々としてるものを持ち帰んなきゃいけないんですよ。なんで参加すんのっていう、これ一番負けっていうのはあの引き取ると同時に大金がもらえるんですと、うんうんうん、その主催者から例えば借金していたらそれがチャラにするぐらいのお金がもらえる慰謝料みたいなのが、だから参加できるんですよ、うん、でなおかつすぐ使っちゃうじゃんそんなものは、違法じゃねえかもう違法じゃねえか、違法じゃねえか、うん、言ってますよ、ゴリゴリ金かかった、金かかってますよ、うん、だからまあまあじゃあメリットもなきにしもあらず、ね、そうそうなんです、うん、だから中にはどうしても借金返したいからって言って自分から負けに行ったやつもいるって言ってました、うん、ね、俺もそう思ったよ、だって、うん、
本当に金に困って出てるんだったら、もらった方がいいもんね、呪物。だから、その、まあ、スタッフさん曰く、うん、あ、こいつ、わざと負けいってるって分かるんですって。うん、でもみんなも、あ、こいつわざと負けいってるって分かるんだけど、でも自分らとしては手放したいから、うん、あ、いわゆるほっとこうって言って、ほっとくって言ってましたね。出来レースみたいになっちゃう。うん、なった時もあるって言ってましたね。で、その後、呪物どうなったか。うん、その回っていって、ね、はいはいはい。はい。遺髪。これは誰かがまだ持っているらしいです。うんうん、取ってあった。はい。で、3年くらい前までは、その遺髪がまだ回ってたから、呪物麻雀で、うん。うちやっぱダメでしたって言って、またかけられるみたいなことがあったから、3年くらい前までは、その遺髪があることは確認していました。うん、そして、草履。草履は不明です。誰かが呪物麻雀で負けて持ち帰って、そこからどうなったかわからないらしいです。うん、そして、リコーダーの頭。リコーダーの頭はあるお寺でお焚き上げをして粉々に粉砕したらしいです。ああもったいない。そうですよね、うん、欲しいよね、うん、そう、この粉砕してドロドロに出るってさ、これ検証としてはすごいいいじゃん。だってめちゃくちゃその液体何か気になる、うん、そうよね、何が出てるのかね、うん、幼女の唾液かもしれない。いや本当に唾液でしょ、うん、まず最初に思うの、ね、大興奮。うん、幼女かは知らんけど。いやいや、まあ幼女ってアルトリコーダーなんて吹くやつは幼女と決まってますよ、うん、そんなものはね。ビ学校で使うんでしょう。まあまあこういうもので、すべてどこに行ったかは、まあまあわからないものもあるし、リコーダーはまあ粉砕しているって、まあ結果はまあこういう感じになってるんですよ。うん、で、こういうものを、この、ジャンソーのフサフさんは、お寺の、なんだ、息子さんだとか、うん、学生に貸しながら横で見ていたと。自分興味があったからね、そういうものに。うん、で、覚えているものだけは、あやさんにお教えしましたよと。うん、ただ、どこの雀荘かっていうのは教えられないと、うん。というのも勝手に貸していたものだから、うんうん、これがバレちゃうと、ちょっと怒られちゃうんで、まあ、まあ、まあ言えないって言われましたけれども、ね、まあ、大きな町のある雀荘でした。うん、その町だけ聞いてね、うん。まあそういうとこなんですけれども。だから、まあこの呪物麻雀とかっていうのも、まあそこの地域だけで行われているものなのかなと僕は思ったんですよ。うん、これ気になってね、その別の、まあその仏教系の大学の学生に聞くんですよ、うん。で、こんな話を聞いたんだけれどもどうなのかなって聞いたら、うん、ありますって言ってました。ああ、スタンプ採用みたいに、うん。そう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 、呪物麻雀は、ありますって言って、割烹着てました、うん。言ってました。空っぽの研究所で言ってました、うんうん。彼もね。だいぶ信憑性が薄くなっちゃったけど、今ので。いやいや、ほんと嘘。ほんとの学生に聞きました。そしたら、その呪物麻雀ではないみたいです、今は。何になってるの？うん。アプリゲーム。あー。うん。参加できる。電子になったんだ。参加できるアプリゲーム。なんか風情がないな、それは。で、ボーリングは未だにある。で、よく使う場所。うん、スポッほっちゃに今朝を着た人たちがいたら、うん、ね、今朝着てない、今朝着てない、今朝着てないよ、今朝着てないけどもじゃあ怪しい、なんかスンという顔して、うん、楽しそうでなく、うん、なんか物横に置いて謎の物がね、そうそうそう、なんどういうパーティー、うん、これみたいな、うん、で、例えばボーリングだとしたらバーストライクって言ったらやったら、これ、呪物麻雀やっておりますよ。可能性高いよ。スポッチャ使ってるという話まで聞いてるんで、まあ、この悪習、あんま良くないことっていうのは、昔から今までどん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 、まあ、受け継がれているのか、引き継がれているのか、新しくできた文化なのか分かんないんだけれどもね、うん、そういう風に、まあ、かける、まあ、ゲームを変えていって、未だに残っているという話まで聞きましたね。なるほど。なかなかにですね、時間をかけて、まあ、まず最初はだから、学生に聞いて、元、うん、なんだ、ジャンソーの店員に聞いて、また学生に戻っていって、いろいろ聞いていったら、うん、まあ、こういう話が分かったよというお話でした。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、我々サブチャンネルやっております、としみなTチャンネル、そちらもぜひ登録お願いします。はい、お願いします。さらに、ニコニコチャンネル、としぼりの秘密クラブ、こちら会員制でございます。こちらもお願いします。はい、お願いします。我々、1億人突破を目指しております。1億人突破しましたら、闇のゲーム開きましょう。そう。闇のゲーム、これはもうお金かけません、全く。うん、呪物は対象としてあって、うん、闇のゲームを開いて、うん、僕が開いて、うん、一番負けで持ち帰る。あ、でもみんなに持ってきてもらうの、呪物を。それゲーム開かなくてももうやってないですから、回収してますからずっと。本当だ、ゲームがやりたかった。この間も、うん、ゲーム全くなく3,40持って帰ったばっかりだったでしょ。部屋の中が今すごくなってる。ゲームやる必要ないですから、うん、本当だ。まあまあやりたいならね、
うのとかやればいいと思います。人肌を恋しくなっているだけなのかもしれない。僕はそうね、してないから。ボーリングとかドラクエとかやって、一人ゲームじゃねえか一人 RPG ゲームじゃねえかで、うん、最終的に負けた。やだよやだよ、あのネット通信になってドラゴンクエストは面白くなくなったなっていう声もあるからやだよいや、そんな批判はおろしてない、はい、まあ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 以上です、はい、まあこういう考えてます。以上です、ありがとうございました。